秋月主記は、江戸時代後期の旗本寄合席石。通称は豊三郎。日向国高鍋藩主秋月家文家の旗本寄合席石脇領主秋月家十代当主。国高は、日向国初見軍、宮崎軍内三千国。宿所は、あたごした天徳島へ。秋月豊三郎で知られ、公部初見術世は心得や、中奥五所を務める。 秋月主博の子として誕生。父の種博は、本宗家、高鍋藩主秋月主人の幼女として種人の、正室の妹にあたる脇坂安忠の娘を、正室として迎えており、安政四年に老中となった脇坂康成とは、隕石関係であった。また、江戸城、多門屋倉文書の明細短冊では、種木は犬二十五歳とされて、父の種博は、 死亡扱いとなっている。万、ま、円元年12月11日に部屋積みのまま召し出されて中億番となり公部署剣術心へ出役となる。文久元年観光の出雲寺万次郎造藩の武漢において中奥五番主に秋月と三郎とある。文久2年6月4日に父の後式を相違なく相続し、同年7月25日に中奥五章に転じる。なお、 同年11月14日に、父の性質の要定にあたる秋月主寿が、学問諸奉行となっている。文久三年死去。家督は、父の性質の要定で、本州家の秋月主院の所定でもある仕事が、相続した。ありがとうございます。